こんにちは、キューピーです。あ、こんにちは、西村です。はい、木曜日、今日は雨降ってます。はい、はい、今日もちょっとバタバタやってきた。ちょうど着いたのが7時ジャストかな。はい、うん、まあ、だから今日はやっと揃ったかなって感じですね。そうですね、全員集合みたいな感じですね。はい、まあ、全員、まあ、1人だけあの、見てない子がそうです、今年まだ見てないような気がする子もいますけど、まあ、とりあえずエントリーもね始まって、今日がとりあえず3月5日が1回目の締め切り。はいはいはい、そして2回目の締め切りいつかなと思って、ちょっと今さっき見たら1ヶ月後ですね。はい、今日が3月5日1回目で、2回目4日、あ、今日は4日、え、今日4日、じゃあ明日、今日4日、明日が5日です。金曜日か、じゃあ明日が締め切りだ。うん、そうです、すいません、まあ、間違えましたあの、そう、今日が4日だから明日が第1回目締め切りで、2回目の締め切りが、4月の5日、ちょうど1ヶ月後ですね。はい、だから結構間がありますね。うん、だから1回明日の滑り込みね、のが多いと思います。はいはい、で、まあ、うちの生徒も何人かもうエントリーをしてくれてて、うん、あの、はい、みたいなので、まあ、キッズも増えてますね。昨日時点で88だったんですよ。うん、だから今日時点で大体も下手するともう100ぐらいいってて、明日までには大体100超えるんじゃないかなと私は見てます。うん、そしたら300とか、あ、だからそうですね、300はいくと思います。うん、の、まあ、大雑把な、ね、見方、うん、でキッズがやっぱ多いんで、でキッズって無差別ないじゃないですか。だから、はいはい、そう、大人と違って無差別の人数数えないんで、だからキッズの数が多いっていうのはやっぱすごいなと。あとやっぱ白帯とかね、入ってくれるのはやっぱ今後、はいはい、今年のやっぱまだ大会がもし続くなら、あの、うん、もうやっとこうなんていうかな、去年の1年間のなんかあれをこう盛り返すぐらいの、なんか、うんうんうん、充実の盛り上がりというか、もうやっとまた戻ってくるかなという、はいはい、波がなってほしいなと。もうだけど、ね、これ繰り返し繰り返しは、ね、きついですよね。もう今第2波とか言ってね、でまたこれで落ち着いてくれればいいですけどね、また次から次にまた来たりするとね、はいはい、もう精神的にきついですね。はい、なかなかね、少年柔道の方は試合がないんですよ。そう、試合がないっていうのがきついですね。はいはい、そのだけど、まあ、練習できるようにまあなってるからですね。うん、今週はまだほら一応こう西村道場じゃないですか。そうです、どうですか、来週ぐらいから。うん、来週の火曜日から、まあ、平常通りになりそうですか。はいはい、なりそうな感じです。もしそれがなったら、うちも、来週から都市民ですね。はいはい、またちょっとここも十分広いんですけど、うん、で今日立ち寝ランドリーがね4組ぐらいできましたもんね普通になんとかです、ね、すごいな、羨ましい。で都市になるとね、もう10組でもね、そうですね、20組でもできるんですけどね、もうめっちゃ贅沢な、はい、あれですね。うん、まあそんな感じで、かなりやっぱまあ、まあ、よかったです本当。なんかな、こう西村道場のおかげで、あの、休まずに、ね、あの、うん、人数少なくても細々とやっぱ続けることがね、うん、一番いい。そう、何でもなんですよ、あの、まあ、小学生から始めた充実もね、うん、やっぱあの細く長くでもいいので、あの、毎日別に練習してる子もいるとは思うんですけど、別に週1でも細く長く続けながら、うん、まあ、他のもしながらでもいいので、なんかそれが、そうですね、うん、最終的に、あの、なんかな、長く続けた人の勝ちになるっていうかね、うんうん、どんな強くても、あの、途中でやめちゃうと、うん、もう追い抜かれちゃうんで、うん、もう、あとやっぱこう練習できない時に、まあ、こういうですね、ちょっとこう、うん、なんていうかな、基礎的な練習をずっとコツコツやって、そうです、そうです、うん、一つの動きを1時間やるだけでもいいんですよ。それを覚えちゃうと、もうそれが自分の身になるので、次からまたもう一個の動きを覚えようとか、うん、だから結構また戻りますよ、あの、打ち込みにしても、うん、あの、まあ、あとやらなかったら忘れるんで、ね、使わなかったらね、できなくなるんで、だからそれをまた、あ、またこの技をするならこの動きができないかなと言って、ムーブがあるので、うん、そういうのをやってもう一回やり直すっていうかね、だから それだけでも十分に、うん、練習あるのですね、まさにその通りですね。はい、まあ、活力が出てきたかなという、今日も、うん、あの、やっぱライバル同士なんかね、ライバルっぽい感じに、まあ、なってきてるので、負けたくないという、だから最近はその宇佐もそうだし、うん、で今日もトス人数これだけいてね、まあ、いい方向にね、うん、ガツガツやってほしいなと、うん、家でやり合うぐらいなら道場でやり合えと、うん、
まあそんな感じかな。もうそれっちの方が平和ですよ、はい、うん、あのちゃんと見てやれるので、はい、だけど面白いなと思いましたね、うん、もう今から、今まさに今からだなと私は思います。今年からまあ花が咲く、うんうん、で逆に今中川本部の方が今から初心者、うん、やっと今ちょっとずつ人が増えて初心者が多いんで、ちょっとまたここ1、2年ちょっと育てていかないかなって感じで、で逆に宇佐とか鳥栖の方が逆にこう2年ぐらいやって、ね、やっと今から今度は逆にもうワンランク上に行けるかなと。ガッとですね、こう、うんうん、だからまあとりあえず細く長くでもいいので続けてください。はい、そんな感じで義徳町から、はい、お送りしてました、はい。それではまた来週ですね。はい、はい、お待ちしてます。